皆さんこんにちは、阿部の生命です。今日はね、2018年のもう6月の4日になってますね。こういった感じで、正面県道127号線は県庁へ行きますよ。県庁のね、2階にね、県民センターっていうのがあって、よくね、行楽地なんかで、お得な優待を受けられる、ぐんまちゃん、パスポート、そういったパスポートがもらえるらしいので、ちょっともらってみようかなと。現在ね、県庁へ向かっていますよ。この交差点は塚田ですね。もう県庁内にいますよ。こうしてね、ぐんまちゃんパスポートがね、発行される県民センターはね、この左側の階段をね、2階まで上がりますよ。なかなか大変ですよ。じゃあ行きましょう。先ほどの登り口はそこの下なんですけど、やっと登ってきましたよ。登り切るとね、こういった場所なんですよ。県民センター、左行ってまっすぐ。じゃあ行きますよ。もうね、紙版のね、パスポート、こんな感じ。よっ、なかなか重いですよ、この扉。よっ、そうだな。あれ、県民センター違ったか。はい、仕切り直しです。そちら旅券です。旅券を運行してもらうわけじゃないです。ね、こういった感じですから。どうもこんにちは。ぐんまちゃんパスポートの発給所っていうのはこちらで。はい、大丈夫です。はい、お伺いいたこのパスポートを持っていると何かいいことあるんですか？一応、こういうパンフレットはないです。あ、そうですか。そこにいろいろ対象のお店に行くと割引になったり、スタンプをして、あとは宿泊もしなくちゃいけないんですけど、貯めて、そうするとこういうの応募ができて、もしかしたら当たるかもっていう。あ、なるほど、そういったことですね。で、はい、ここにスタンプをしてって感じで、はい。じゃあちょっと頑張ってやってみましょう。はい、お願いいたします。こちらがね、記念写真の、スタジオです。で、こちらにはね、まだ先なんですけど、11月3日に行われる、群馬マラソンのね、こういったパンフレットが置いてあります。もう
今回で28回目なのかな。すごい。うん。今日からね、受付開始されてますよ。こういった感じの、これがコースですね。ずいぶん遠くまで走るんだね。すごい人の数。ああいった感じのメダルがね。ほうほうほう。5月22日県立女子大新入生オリエンテーションだって。すごいね。あれ、選挙年齢って20歳から18歳に引き下げられたんですか。全然知りませんでしたね。のんきだね。これは塗り絵かな。こういった、面白いね。まあ、県のホームページはこのパソコンで。面白いね。群馬県のことなら、まあ、何でも分かりそうですよ。すごいすごい。群馬の郷土カルタ、まあ上毛カルタですね。まあ、津はね、まあ、鶴舞う形の群馬県。もう県民で知らない人はいないかもしれませんね。今月の一枚、湯ですね。湯の塵洗う島温泉。まあそんな感じです。温泉だって。まあ止まらないからな。群馬県の66階の写真展。まあ、作品もね、まあ募集してますね。女子大の公開講座。いろんなことやってるんだね。富岡市の、まあ使わないかな。これはご自由にお取りくださいってやるから、ちょっとこれ よくねこれ見ますよ。
まあ、Y の方のね、うん、はい、どうもありがとうございました。今、上毛カルタっていくらするのかな？ 822 円。